肉まんです。今回はコストコ購入品紹介開封編前編です。それでは前編スタート。まずはじめにパステルデナタ16個入り、お値段が798円でした。1個あたり50円です。賞味期限は加工日から3日間ありました。こちらの商品、パンコーナーでの新商品で、3種類の味がアソートパックになってます。早速開けていきましょう。オープン。味は右側からプレーン、シナモン、プレーン、粉糖です。よく見ないとわからないですよね。買った時わからなかったです。重さは1個あたり 56g 前後です。前食べた時温めて食べた方が美味しかったので、今回もちょっとだけトースターで温めていきたいと思います。3種類、シナモンの香りがすごいします。オーブントースターで温めてきました。断面はこんな感じです。カスタードフィリングがたっぷり入ってます。じゃあ早速ノーマルタイプからいただきたいと思います。美味しい。このノーマルタイプは去年販売されてたやつと一緒だと思います。甘さは結構あるんですけど、カスタードフィリングのとろっとした食感がとてもいいですね。じゃあ次は粉糖。ノーマルタイプより甘い気がします。ノーマルに比べて砂糖の甘さがちょっと出てきますね。甘党の方には良さそうです。ノーマルタイプも粉糖かければそれっぽくなりそうです。じゃあ次はシナモン。中は一緒っぽいですね。シナモンがたっぷり。美味しい。思ってた以上にシナモンが美味しかったです。私シナモン苦手なんですけど食べられました。シナモンの香りは強いんですけど、味わいにシナモン感があんまりないのでとても食べやすいです。そして3個の中でシナモンが一番甘く感じないです。シナモン効果ですかね。3種類ともパイはしっとりした感じの食感です。サクサクっていう感じではないんですけど、すごく美味しいです。ノーマルタイプが多いので、シナモンを追加したり、粉糖を追加したり、ホイップクリームを追加したり、いろいろな方法で食べられそうですね。私はいつも紅茶といただいてます。こちらの商品1個50円という価格なのでコスパいいと思います。そして買いやすい価格ですね。2020年版に比べて2021年版は3種類のアソートパックなので、より一層買いやすくなりました。ぜひ気になる方買ってみてください。続いてアルプロオーツミルク 250ml×15 本入り、お値段が1598円でした。1本あたり107円です。賞味期限は買った日から4ヶ月間ありました。こちらの商品ベルギー産で、ダノンジャパンが輸入者ですね。ダノンジャパンといえばオイコスの会社です。オーツミルクは最近人気になってる商品みたいなんですけど、私は初めて見かけたので買ってみました。アルプロのホームページを見てみると、こちらの他にも砂糖不使用バージョンも売られてるみたいですね。今回買ってきた商品の特徴は、食物繊維たっぷり、乳製品不使用、着色料保存料不使用、カルシウム&ビタミン B2、B12、D 入り、コレステロールゼロ、ベジタリアン、ビーガンでも OK、オーツ麦の自然な甘さと書かれてます。栄養成分表示を見ても追加で砂糖は入ってないので、自然な甘さでできてるみたいですね。オーツミルクのメリット、牛乳よりも消化が早い、 100% 植物由来、腸内フローラを整えてくれる、食物繊維を豊富に含んでいる、抗酸化成分を多く含んでいる、飽和脂肪酸が少ない、血糖値をコントロールする、こんな感じで書かれてました。食後の糖質の吸収が抑制されるみたいでいいですね。パッケージは全てカラー印字、そしてストロー付きですね。原材料名、栄養成分表示も書かれてます。よく振ってからお召し上がりくださいと書かれてますね。よく振って、見た目は豆乳っぽいですね。いただきます。うん、美味しい。味わいもすごく甘みがあってとっても飲みやすいです。調整豆乳のような甘さがあります。ただ調整はしてないのですごく健康的だと思います。ちょっと前に家族がアーモンドミルクを買ったんですけど、それよりも断然甘く、こっちの方が飲みやすいですね。砂糖不使用のアーモンドミルクとかに慣れてる方は結構甘く感じると思います。私も結構甘く感じます。有名な会社のオーツミルクなので1本あたり107円と考えるとお安いと思います。ドラッグストアだと150円ぐらいで売られてるらしいです。美味しいのか分からず買ってない方はぜひ買ってみてください。すごく美味しく飲めます。うん、美味しすぎ。これいつのタイミングで飲んだらいいんですかね。わかる方いたら教えてください。続いて手延ばしナン&キーマカリーセット4個セット入り、お値段が899円でした。1個あたり225円です。こちらの商品初めて買います。常温品なので保存が簡単ですね。中はこんな感じで入ってました。キーマカリーは個包装になってます。ナンは4枚まとめて入ってます。個包装だったら嬉しかったですね。キーマカリーはカラー印字で全て書かれてますね。カレーといえばやっぱりタンドリーチキンですよね。タンドリーチキンも作ろうっと。作ってきました。美味しそう。ナンの長さは27センチあります。こんがり焼いてきました。いただきます。うん、ナンももちもちで美味しいです。キーマカレーは本格的な味わいっていう感じはないんですけど、万人受けして食べられる商品だと思います。1個セットあたり225円と考えると、まあコスパいいのかなと思います。強いて言うならナンも個包装になってて欲しかったです。今回は手作りでタンドリーチキン作ったんですけど、コストコに売られてるタンドリーチキンの素もすごく美味しいので、ぜひ気になる方買ってみてください。最近全然タンドリーチキンの素買ってないのでまた買いたいな。ナンが本当に好き。ひき肉もたっぷり入ってます。うん、やっぱりカレーにはタンドリーチキンですね。こんな感じで今回コストコ購入品紹介開封編前編でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買ってまたリピートしたいなと思った商品はパステルデナタですね。すごく美味しかったです。シナモン味が気に入ってしまいました。オーツミルクもすごく美味しかったんですけど、この前視聴者様から教えていただいたヘンプシードミルクを作る方がコスパも良く味も私好みだったので、ヘンプシードミルクを愛用していきたいなと思ってます。あれって作り置きとかしてもいいんですかね。まとめて作った方が簡単なので 2,3 日分一気に作りたいなと思ってるんですけど、ダメになっちゃうのかな。知ってる方いたら教えてください。オーツミルクもすごく美味しかったです。今回ご紹介した中でハズレ商品はないので、ぜひ気になるものあったら買ってみてください。オフショットではちょっとこの洗剤をどんな香りがするのか開けていきたいなと思ってます。今回割引してたので買ってきました。チョコさんが隣にいます。色が青なので結構匂いがきつそうですよね。どうなんだろう。キャップの口はこんな感じです。香りはいい香りな感じがする。スポンジに今ちょっとだけなんですけど使ってみたら、グリーンアップルみたいな香りですごくいい香りでした。見た目は青色なのでどぎつい香りをイメージしてたんですけど、そんなことはなくいい香りでした。泡立ちも普通ですね。悪くはないです。ただすごく泡立つかと言われればそうではないです。で、お皿に匂いがつくこともなかったですし、泡切れも良かった感じがします。これはいい香りだったので、また割引してる時に買いたいなと思いました。まだ使い込んでないのでわからない部分が多いんですけど、香り、泡立ちの部分では良かったです。あとは使い続けて手荒れとかするかどうかですね。ぜひ気になる方チェックしてみてください。こんな感じで終わりにしたいと思います。少しでもいいなと思ったらグッドボタン、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。